だ同級生の、うん、その中学校の同窓会ラインみたいなのがあって、うん、80人ぐらい入ってる、うん、それがもうやばいみたいな、八木くん出てるみたいな感じでバーって開けて、その言ってはないわけですね、言ってなくて、みんなテレビ見てみたいな、うんうん、でブワーッと、わーすごい、うん、もしかして優勝するかも、あーダメだったねみたいな、惜しかったねみたいな感じでなってて、うんうんうん、でその後にアッコにお任せ出させて、あ、はい、出ました、アッコにお任せ出させてもらった時に、うん、ちょっとあんまり喋れなくて僕ら、あ、確かにね、タジタジになってみたいなね、そうそうそう、うん、でちょっと一人の男性男のやつが、うん、ちょっとウルトラブリーズもうちょっと前出ないとなみたいな感じで言ってた、あ、まあまあ見ててね思ったらね、そしたら女子が、うん、違う女子が、うん、じゃあそういうこと八木も佐々木も頑張ってんだからやめなみたいな感じでちょっと言い合いになって、学級みたいなのが出てきてちょっとごめんみたいな、うん、なんかその削除されて、削除されて、その後にえ本当に僕も言い過ぎた、本当に 怒られたってなってるでもその後に俺が証言として、皆さんありがとうございます、あ、応援してもらってありがとうございますで丸く収める、丸く収めて、そうか、はい、そういうの、僕らで喧嘩が起きてました、なるほどね頑張らないから頑張れてないから、いやまあね、いやでもなかなかやっぱね、それこそアッコにお任せなんてね、もうずっと決勝終わって、うん、ドブロックさんがそうスケジュールにで僕らが出ることになりますってなって、はい、急にドキってなってさ、うん、で次の日行ったらもうアッコさんわっけわかんない、わっけわかんないよね、本当にあの日はね、うん、あ、爆笑問題さんすごい優しかったんだよね、はい、だサンデージャポン出させていただいて、その時もすごい優しくこうしてくれてて、はい、で終わった後にね、そのアッコさん挨拶行ったのって、うんうん、あ、まだ行ってないですって、じゃあ一緒に行こうっつって、あ、4人で行ったもんね、行ってくれ、4人でアッコさんに来るって、はい、でアッコさんにちょっと怒られていやそんなことないです、いじって、ね、そうそういじってもらってね、はい、でいろいろ言われてますけど、終わった後めちゃめちゃ優しかったね、アッコさんね、頑張ってなーっつって、頑張ってなーっつって、はい、一個なんか言われましたけど、結構この番組人気番組やから知らんと思うけど、うん、いや知ってますよっつってね、ファミリーやから、そうそうそう、めちゃめちゃ優しかったですよね、はい、